21歳管理職をしているもので、上司や他の方に過度に期待されすぎていてすごいプレッシャーになっています。年上の方に指示を出したりすごい周りに気を配る仕事は大変ですが、何か管理職で気をつけた方がいいことなどありますか。また他にお仕事を探す際には管理職してましたということで役に立ちますか。実際この役職はすごいことなのかもしれないです。ちょっとその会社の規模や役職がわからないのですごいことなのかどうかわからないんですけど、ただ結局人は管理職にならないと給料安いままなんですよ。で、まあ、21歳で管理職はちょっと珍しいと思うんですけど、その30代とか40代とか50代で管理職じゃないやつはやべえっていう、要はちょっと20代とかを使って仕事をするなので、なので管理職にはいつか必ずならなきゃいけないので、なので早めになって経験を積むとか、転職する時も管理職やってましたっていうのは転職しやすいので、そういう意味ではいい経験を積めてるんじゃないかなと思います。で、気をつけておいた方がいいことは、基本的に部下に言ったことは全部録音されて世の中に流されると思って生きてた方がいいと思います。要はそのなんか部下なんだからっていうので、そのセクハラまがいのこと、パワハラまがいのことっていうのをやっちゃう人っていう、結構まあ今若い人は少ないんですけど、年取った人いるんですよね。で、そういう人がなんか録音されたりとか、なんかそれがこう、なんか社内でいろいろ出回って、とんでもないことになるみたいな、しっぺ返しを食うことがあるので、なので基本的にはそうやっちゃいけないことっていうのはやらない方がいいよねっていうのと、まあそういうのやってる時って結構録音されてるよねっていう自覚はした方がいいと思うんですよね。昔財務省の偉い人で、その、なんか朝日新聞かなんかの女性記者を、そのなんか飲みに連れてって、でなんかおっぱい触らせてとか言ってんのを録音されてるアホがいたんですよね。記者ですよ。記者って情報を取りに近づいてるわけで、記者に話したものは全て録音されるし記事にされると思うはずなんですよ普通。それなのに言っちゃうっていうのはバカなのっていうので、まあバカだったんだと思うんですけど、だからね、やっぱね、そういうアホな人っているんですよね、年上に。